皆さんこんにちは。今から私の名前についてお話しします。私はトーレミと申します。ピアノの音と同じ発音です。この私の名前は父がつけてくれたもので、漢字では来ると美しいを合わせて美しさが来るという意味があります。まだ来てない美しさはいつ来るのか分かりませんが、父の愛情だけは強く感じています。私は名前について今日お話ししたいと思います。私は韓国出身で、国でも私の名前は面白いと言われます。韓国では私の名前のように漢字を使って意味を入れたものが多いです。漢字を使わずにハングルだけで作った名前もいい意味がある単語を使います。また欧米では自分の家族の誰かや尊敬する人の名前をつけて意味を入れたものが多いです。なぜ名前に意味を入れるのでしょうか。私は名前に特別な力があるからだと思います。生まれてからずっと名前は人に一生ついていくものであり、自分を表現する一番重要なものだと思います。韓国のことわざで人生は名前のようになるという言葉があります。それは名前がどんなに重いものかを見せてくれます。バカや悪魔などの悪い意味がある単語を使おうとする人はほとんどいないと思います。それは親や家族が自分の子供の人生がうまくいってほしいという願いを込めて作るからです。それぞれの国で名前の付け方は違うと思いますが、みんな心からの愛情を込めて熱心に考えた上で作ったはずです。赤ちゃんの時から毎日何回も聞いて自分の存在を知っていく、その中で人間は成長していくのだと思います。子供の時、私は自分の名前が本当に嫌でした。なぜなら友達からは名前にリズムをつけてと言われたり、先生にも名前をすぐ覚えられてクラスの雑用などをさせたことが多かったです。この私のように自分の名前が好きではなかった人もいるはずです。でも自分も知らないうちにこの名前でよかったと思ってきた経験があると思います。私も今は誰でも覚えやすいし、世界中どこへいても同じ発音になるこの名前で、いい思い出もたくさんできたのですごく良かったと思っています。例えばこんなことがありました。ある日道で拾った財布を交番に持っていたら、名前と連絡先を聞かれました。簡単にメモを残して家に帰りましたが、そのことはすぐに忘れてしまいました。1年後、銀行の窓口で名札をつけて仕事を知っていた私に、あるお客様が声をかけてきて財布の話を始めました。そのお客様は1年前私が拾った財布をなくした人でした。交番で受け取った連絡先が間違っていたためお礼できなくてずっと気になっていたとそのお客様は話しました。空前入った銀行で私の名札を見てトーレミという名前なので思わず声をかけたと思いました。私の名前のおかげで財布を落とした人と1年後に対面を果たすことができました。皆さんは自分の名前に関する思い出がありますか。名前、例えば誰がどんな考えでつけてくれた名前とか、名前のことで他の人にはないはずの経験などはないでしょうか。私のように珍しい名前ではなくてもいろいろな経験があると思います。今自分の名前に満足か不満足か、それは自分の気持ち次第だと思います。でもたった一つ忘れてはいけないことがあります。それは私に名前を付けてくれた
親や家族の心に感謝することです。皆さんも今日は自分の名前について一度考えてみてください。ご清聴ありがとうございました。